こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は儲かる商品が見つかる必須条件。まあ、儲かる商品が見つからない場合のチェックポイントということでね。まあ、そもそもサポートを使ってますかとか。まあ、そういう話を、えー、したんですけど、前回の動画でですね。まあ、商品探し。まあ、私はね、えー、すっごい転売商品、えー。高額な不動産とかね、えー。安いヤフークの商品とか。 まあ、不動産だけでも1万件は見てますし、まあ、転売商品も、まあ、やっぱり1万件以上やってますね。まあ、そんだけ見てますから、まあ、商品探しは得意です。で、ちゃんとサポートを使っていただければ、商品は見つかります。というのが、昨日の話だったんですけど、まあ、そもそも論としてね、その前の大前提があるなということに気がつきました。ね、儲かる商品が見つかる必須条件。これ、儲かる商品が見つからないとか、 まあ何しろ、稼げないとか、人生うまくいかないとか、今苦しいとか言ってる人に共通の特徴があります。それは責任は誰にあるか。見つかる人、儲ける、儲けないじゃなくて、まあ、普通にまあ人生を幸せそうに生きてる。どっちかって言ったら、人から羨ましがらえるとか、いい感じで暮らしてる人の特徴、責任は自分にあると。あんたが悪いとかね、あなたの教え方が悪いとか、 社会のせいだとか、時期が悪いとか、まあそんな泣き言は言わないです。まあ自分でできることをやってよくすると。ね。まあこれが大前提としてあってね。まあ、うん。この姿勢が欠けてる人は、まあかなり、ね、この姿勢が欠けててもね、うまくいけば、ね、うまく出だしがいけば、まあ稼げるということもありますけど、まあどっかでつまずきが起こった時にね、やっぱすぐ泣いてやめちゃうと。 いう形になるんでね、まあ、全て自分に責任があって自分でできることをするという、ねえー、考え方がないとこれ厳しいです。それと習慣化、まあ、商品探しを習慣化できるかできないか。まあ、これね、見つかる人は当然習慣化成功して、えー、商品見つけてるんですけど、まあ、見つからない人は習慣化してないと。ちょろちょろって,やって飽きてやんなって。 またしばらく休んで、えー、またやってってやってるから、いつまでも上達しない。ねえー、ちなみに習慣化するには21日間続ける必要があるんでね、まあ、1日10分でもいいんで、毎日習慣化する、探すというのが必要です。で、魔法の呪文探しツール、一苦戦高いノウハウ。ね、まあ、普通に自己責任で生きてる人はね、こんなわけのわかんないもの、ないというのわかってますんで、そんなもんは探さないです。 でまあ、商品が見つからない、全て他人が悪いと言ってる、まあ、姿勢としてね、ものすごく楽したいと、今やってることほとんど変えたくないと、だけど稼ぎたいというようなね、まあ、 典型的な、えー、稼げないであのツール買ったりね、意味のないとこ行っちゃったりする人に見られる特徴なんですけど、まあ、せっかく縁あってね、えー、ちゃんとアドバイスしてもら通りしてもらえば稼げる私のサポートを受けていただいたんでね、まあ、これちょっと姿勢変えてね、やっぱ稼げるようになってほしいというふうに思います。ね、まあ、魔法の呪文なんてないです。ね、有料ツール、ツールなんてね、 全く使い物にならないです。ツールが使い物になるのは、自分だけのロジックで自分一人で使うツールを一人で開発したならツール使えますけどねあの、無料で出品できる Amazon、要は商品さえあればいくらでも出品できるわけですから、えー、ツール二人使ったらもう飽和しますんでね、あのその Amazon の仕組みをちょっと考えたゃツールは全く意味がないと気づくはずなんですけど、まあ、魔法の呪文を探してる人はツールに引っかか,かっちゃうんですかね。 まあツールね。うん、まあ塾とか商材とか売るにはもうツール必須なんですけど、まあ逆にツールがね、意味ないの分かってて開発して作ってもしょうがないんで、も、ま、う、あ、私は作りませんけど、ツールは使い物はな,ないです。魔法の呪文もないです。秘匿性の高いのがない。まあこれ後で話しますけど。で、それと仲間との情報交換とか情報収集ね、ね、商品見つけてちゃんと前向きに行く人は、 これしないです。するとしても、稼いでる人同士でするで。稼いでる人同士、そんなに暇じゃないんでね、あの、まあ、うまいもん食いに行くとかね、えー、そういう飲みに行くとかいうのはやっても、その情報交換なんてあんましないです。ねまあ、別に、えー、自分のやってる範囲のことで十分稼いでるんであれば、情報交換する必要がそもそもないと。で、見つからない人、儲からない人、うまくいかない人は、 ね、情報収集に余念がない、何週しょ呪文探してますんでね。でも見つかるのはね、えー、そんな呪文見つからないで、えー、稼げない仲間が見つかって、我、ね、々は,はもう終わってると、こうしてるよとか、おわこんだよとかね、えー、泣き言ばっかいう集まり、それを見て覗いたりしてね、うなずいちゃったりね、愚、え、痴、ー、って安い居酒屋で飲んだり、えー、マグロナなるので、ね、だべったりっていうのが好きになっちゃう。まあ、だから集中すべきはね、 儲かるる商品を見つけること、まあ、これをこれから一生やってくださいって言ってるわけじゃなくてねえー、わずか半年半年と言わず3ヶ月やら結果出て習慣になりますからね、まあ、それをやってもらえば稼げるのにそうじゃない方向へ行っちゃう人がたまにいるんでもったいないなというのを思います、まあ、自分で稼ぐ力をつけるにはうまくいかない理由は自分にあるということを認めることが必要ですこれはもう絶対必要です、ねえー、だって 聞けば何やるべきかね、えー、きちんと教えて、その通りにやれば稼げる、消費が見つかると、ね。別に私の売上のキャ,キャプチャー、これねあの、捏造してアップしてるわけじゃなくて、ちゃんと報告いただいたのアップしてますからねあの、普通に稼げるんですね、やれば、ね。逆にやっても稼げないということであればね、そんなの教えるのはやめて、また別な、えー、仕事を探すかね、えー、別な稼げることを見つけて教えますんで、えー、オーストラリアマゾンはやれば稼げてます。 売上もちゃんと増えてますでね、えー、さっきの魔法の呪文じゃないですけど、飽和しないジャンルを教えてくださいって質問出てね、ああ、なるほど、そういうことかと思ったんですけどね、まあ、これ、法はしないジャンルあります、ね。あるんですけど、えー、飽和しないジャンルというのは、楽に、ね、稼ぎたいから飽和しないジャンルを教えてくださいという人が楽に稼げるようなジャンルじゃないです。 そもそも初めに参入するのに開発にお金や時間かかる商品を独占して扱えば飽和しません。当然のことながらこれは商品探しを続けるより手間やお金がかかります。簡単に扱えてリスクも少なく飽和しない商品ジャンルなんてありません。例えば仕入れをね、えー、人よりも安くするという手も一つあるんですけど、このために有効なのが買い取りサイト。でも普通に商品探しをするより初めはすごく結果で脳の遅し大変です。でも、 それにちゃんと可能性を感じてやった人は買い取りサイトができてうまく稼働すればね仕入れなんて買い取りサイトからだけだから仕入れに見に行くなんてことは全くしないそれで田舎にいながらにして毎月何十万も稼いでるという会員さんもいますただこれ大変ですだからやりましょうって言って5人の人手挙げましたけどそのうち1人しか完成しなかったまあだから 楽しようと思ったら大変なことを乗り越えなきゃいけないと。能力もない。金もない。根気もない。それで楽して稼ぎたい。無理です。だから、まあ簡単に扱えて、リスクもつかなく法話しない消費じゃない。てい。ちなみに7年前にもね、アメリカ・アマゾンの法話を気にしてしたい,といた人がいました。7年前に始めた会員さんは、新規参入では法話したアメリカ・アマゾンでも今も稼げてます。 年末の売り上げって言って出したの3万4000ドルとかねまあ7年前じゃないかもっと後になってからですけどただ4年前とか何な,なら2年前でも十分アメリカアマゾン稼げてで2年前に始めた人は今も稼げてるわけなんですけど7年も前に今より全然稼ぎやすかった時代に法案が怖いからといってね商品なかなか買わなかったり参入しなかった人がいました昔は セミナーを受けてからね、サポートしますかどうしますかって形だったんで、まあセミナーを受けてね、いやでも、法はしませんかって言ってね。まあなんかね、そうそうそう、その、悪い方悪い方にね、フォーカスするのが何ですかね。人間のし自然な特性なんですかね。まあそこは何とか曲げて、いい方にフォーカスしないと。そうそう。で、ちなみにね、商品見つからない人の特徴として、なんか、儲からない商品、 ね、儲からない商品をすごい気にしてるんですね。儲かった商品気にして、その商品だけ扱って、広げていけばいいのに、も、まあ、儲からない商品が、ね、いくつあったっていうのはすごい気にしてると。全部儲かんなかったんですかって言うと、いや、そんなことはなくて、儲かった商品あるんですけどね。えでも、儲からない商品も、FBA が出品したこんなにいる商品もいっぱいあるんです。この商品はえ昔は3倍でしたけど、今は2倍も取れなくなりました。うんまあ、別に、ね、FBA が増えたんなら、えその商品は。 ライバルがが多くて厳ししいんだろうし3倍が2倍2に増えたならその厳しいんでしいでょうねとただ早く見つけて稼いでたらまあそんなの別にどうでもいいぐらいもう稼いでるはずなんでまあも、うん、かる商品見つけたらすかさず出すとで稼ぎ続けられるうちは売り続けるとまあやることはこれだけなんですけどなぜか別の方面にフォーカスしちゃうとまあもとまあ私は、えー、転売商品を探すのが得意です 私の指示通りにすれば、儲かる商品を、私の指示通り実践すれば商品探しは簡単です。ただ余計なことをしたり、違ったことをしたり、指示をアレンジしないでください。ねえー、今言ってるのは、毎日10分でいいから、とりあえず21時間、えー、やって、まあ、習慣化して、少なくとも商品探しがもうね、増、えー、作なくできるような段階になるまでは、1日10分でいいんで続けてくださいと。 それから初めの頃はリアル店舗がいいんでね、リアル店舗が見つけやすいと、ね。ネットだと見つけにくいんでリアル店舗行ってください。まあ、商品探しのまあ勘どころとしてはこの2つが、2つだけですね。ところが、ね、なぜか習慣化しない。忙しいからやってる時間ありません。習慣化しない。ね、忙しいせいなんでしょうかね、えー。店舗行かずネットでずっと探してる。なぜそこで、えー アド,ア,アドバイスをアレンジするのかアレンジとは言いませんよねやれって言ったことやらなくて行けって言ったところには行かないわけですから、まあ、やらないに等しいんですけど、まあ、それ以上商品見つかるわけない、ね、商品探し簡単ですけど初めは楽ではないです何しろ何にせよ習慣化するっていうのは努力は必要ですんで、えー、習慣化するで習慣化するためにはねあのなんかほんと店舗で商品見てそれを検索する それを繰り返すだけで、えー、今の本業の収入より稼げるようになる。まあ、本業の収入よりね、えー、稼げるようにならないとまずいと思います。まあ、この今、えー、しゃべってる話は一人の、ね、会員さんの,その、えー、出来事を元に話してるんですけど、すごい本業忙しいと、えー、でも生活苦しいと、ねえーえー、っていう話になってます、ね。これ、すごい忙しいのに生活苦しい本業を、ね、何か変えなきゃいけないですよね。 まあ今のままだともっともっと苦しくなっていくと思いますので、職を変えるのか、時間の使い方を変えるのか、考え方を変えるのか分かりませんけど、今まで通りの延長でいけば、今まで通りの結果しか出ないんで、何かを変えなきゃいけない。変えるえーつもりで入ってきたえーオーストラリアアマゾン一室でしょうけど、残念ながらね、スタートの時だけちょろちょろ行きましたけど、この6ヶ月経とうという段階においてはね、休んでたけど、 稼げてないと。もう言ってることがわけわかんないですよね。休んでたら稼げるわけないですけど、なぜ休んでて稼げないのを私のせいにするのかと。本当にやる時間なかったのか。ね、余計なことしてたんじゃないかという気がします。まあ、今後、サポートを続けるのか、やめるのかわかりませんけど、まあ、私はせっかくご縁があったんでね、サポートを続けて稼げるようになってほしいと。で仮にサポートを続けないんであれば、 同じような形でね、えー、ツールがどうのとか、楽して稼げるとかね、もっと楽して稼げそうだと思うものを見つけたとしても、もう入らないほうがいいです。このオーストラリア・アマゾンで稼げないんであれば、まあ、ほぼ無理。ね、あの何かね、えー、すごいビッグイベント、死ぬような出来事とかね、えー、すごいね、えー、なんか金のかかる女の人を愛しちゃったとか、なんかそういうことでもない限りは、まず、えー、稼げないんで。 今、現段階で存在する稼い方の中で一番簡単なんでね、私はこのオーストラリアアマゾンを教えてますんで、今後魅力的なね、なんか情報商材とかツールとか塾とか見かけてももう入んない方がいいです。これで稼げないなら、えー、もう絶対稼げないと太鼓判をしますんで、まあ、サポート、ね、受けるんであればちょっと報告して習慣化して稼いでいただきたいですし、仮にもサポート終了と。 ねえー、全然稼げませんでしたと言うんであれば、まあ、オーストラリアアマゾンで稼げないんであれば何やったって稼げないんでね、えー、その副業とかうんぬんっていうのは、えー、抜きにして、まあ、もっと稼ぎのいい仕事普通に働けば給料をもらえるというのをね探した方がいいですそんな形で、まあ、終始きつい話になってしまうんですけどまあでもね、えー、正直ね思ってることというかできるアドバイスとしてはそうまあ 無料でこれからね、お客さんになってくださいという話はなくて、せっかくお金いただいて、サポートを受けていただいたんでね、一番多分ためになるアドバイスとしては、うまくいかないことの責任を自分,に自分以外に求めたって何やったってうまくいかない。でオーストラリアアマゾン室、今ある中じゃ一番簡単ですし、これより簡単な稼い方が出てくるとはちょっと考えにくいんで、これ無理だったらもう何やったって稼げないから、副業は諦めた方がいいです。 以上、アマゾンキスサポーター、堀秀夫でした。